栃木トヨタ自動車株式会社は、栃木県を主な販売エリアとするトヨタ自動車の正規ディーラーである。2014年11月、株式移転により設立した純粋持ち株会社、ネゼスホールディングスの子会社となった。トヨタ自動食器製作所自動車部の前身、以後、TMC と表機は、全国の販売網構築に関して、地場の有力資本に協力を求め、 昭和初期の栃木県においては、関東モータース商会と特約販売店契約を締結。1936年3月以降8月までの間に、トヨタ社販売組織、関東トヨタ販売を設けて、実質的に米国車と併売する形をとっていた。1942年11月、戦時統制により、関東モータース商会は、 栃木県内の自動車販売を配給統制する地域配給会社、栃木県自動車配給株式会社に改変、多系列の販売店と統合されることとなり、関東とヨタ販売は解散した。戦時中に自動車の配給を独占していた自動車統制会、及び日本自動車配給株式会社は1945年8月の敗線で機能停止となったが、 廃線直後の混乱と GHQ、占領政策による自動車の供給不足もあり、都道府県の自廃は上部機構が解散した後も、各メーカー社の配給業務を続けた。TMC 販売責任者の神谷翔太郎は、重要産業団体統制令の解除を見越し、戦時統制で崩壊した、国内自社販売網の再構築に、いち早く奔走、各地のかつて日産系だった。 自廃を目き取り込んでいった。1946年6月18日、運輸省より、全国の自廃に対して、メーカー系列別分離、独立を促す、陸運管理局長通帳自動車配給機構改善型に関する件の通達が出されたものの、自廃の経営状況等を考慮し、強制ではなく民間関係者の自由維持に委ねる、面があった。 栃木支配は従来通り日産、TMC 両社との取引を独占、継続する方針を取るが、自社販売網構築を目指す TMC は、栃木県の新たなパートナーとして、旧カラス山町を本拠に県東、県北地区で、雑貨屋砂糖、石油製品を取り扱い、対象8年頃より、宇都宮市大区長で、報道社の栃木、茨城県代理店、 宮古自動車商会を経営していた、合名会社新庄商店と特約販売店契約を締結。1946年10月1日、宇都宮市に栃木ヨタ販売株式会社を設立した。本社は宮古自動車商会の一部を曲がりしたが、スタッフ増員で事務所が手狭となり、宇都宮市大町にあった荒川常務指定の一部を借用し移転。 その後、整備部門の必要性から冒系列の宮古自動車工業を吸収、本社を再び西原町の創業地へ戻した。1948年8月末、TMC の指示により、商号を現在の土地にトヨタ自動車株式会社に変更している。業務拡大により、本社社屋が手狭となり1964年には宇都宮市の郊外、 上横田の国道を4号沿いにあった宇都宮サービスセンター敷地内に本社を新築、創業地の西原町より移転した。現在の本社屋は創業60周年の2006年9月に建て替えたものである。1968年には県内のトヨタディーラーと栃木トヨタ整備が共同出資し、トヨタレンタカー栃木を設立、百八十八年の増資の際に、 栃木トヨタが過半数の株式を取得し子会社とした。1975年12月、TMC の住宅事業参入に、同社も賛同し、住宅事業部を設けて、住宅販売に参入した。1988年には、住宅事業部を分離、独立させ、トヨタホーム北、関東を設立したが、TMC の方針に従い2002年4月に、新設された。 トヨタホームアオイに事業を継承し5月末で撤退している。TMC が1991年、フォルクスワーゲンと日本国内で販売提携したことに伴い VW 社及びアウディ社の販売事業に参入、デュオ、栃木中央を1993年5月に開店した。2007年、TMC が直営化していた林県福島県のトヨタ店、 福島トヨタ自動車株式の引き受けを打診され受諾、子会社化。元来、一県一社が原則である、トヨタ店二社が親子関係になっていることを是正するため、2015年に、栃木トヨタ及び福島トヨタの二社を、持ち株会社、ネゼスホールディングスの直接子会社とする、グループ再編を行い、対等な関係に位置づけた。 TMC が戦後最初に作ったディーラー網の一社で、ある、栃木トヨタは、トラック販売からスタートしており、その後の取扱車種でも商用車を呼び、センチュリー、クラウンなど高級乗用車が多いことから、古くからの法人や富裕層のユーザーに強みを持つ。店舗網は、新車取扱いの、トヨタ店20店舗のほか、レクサス店を1店舗、中古車取扱店。 ユーカーを6店舗展開している。2020年5月の全車種取り扱い開始まで軽自動車、ピクシスシリーズは取り扱わず、ショールーム内にダイハツ軽自動車のカタログが用意され、合板仕入れにより、顧客の軽自動車需要に応えていた。2021年2月、ナスカラス山店リニューアルの際に、ダイハツの新車、中古車ショールーム、ダイハツカラス山を新設。 トヨタ社との併売を本格的に開始した。地元、栃木県内の各種スポーツや、モータースポーツ、文化事業などを積極的に支援しており、長年栃木県サッカー選手権大会の冠スポンサーを務めたほか、ベースボールチャレンジリーグ、栃木ゴールデンブレーブスのスポンサーになっている。ありがとうございます。